週は冥界の番犬ケルベロスだよ。こんにちは、今日はこの冥界の番犬ケルベロスがなぜナーフされないのかということについて、話してきたんやけども、なぜこのケルベロスがナーフされないのか、絶対もユーザーはケルベロスをナーフすべきだと思ってる人が多分シャドバの全校、集計、全体の集計をとっても多分半分以上、要は半数以上の人がケルベロスナーフを賛成すると思うんやけど、なぜナーフしないのか、それを、ちょっとねコメント欄に書いてほしい。私はね、だいたいケルベロスナーフしない理由っていうのはわかるんやけど、ちょっとねぼかして言うと、ネクロマンサーのことを運営が結構ね好きなんですよね。ぼかして言うと多分そんな感じだと思う。だいたい私わかるんやけどね、ナーフの案もね、ちょっと出してほしい。要はロイヤルでレジェンドカードが、5コスト26、ね、出ましたよね。5コス25か、マグナストリアやったっけ、マグロトリアやったっけ、そんな感じの名前の、アディショナルロイヤル、あれプラス1プラス1しかされへんのに、なんでケルベロスプラス2プラス2やろなっていう。で、5コス進化で44にする、もしくは、進化時の効果をなくす、ラストワードランダムの相手の方が1ダメージ、これが強すぎる。要はベレヌスってすごいうざいじゃないですか。いやこいつ出すだけでベレヌス2体出てきつつ、さらに回復とダメージ効果持ってる。でなおかつケルベロスのスタッツが高いからある程度のカードは取れる。だからこの1枚のケルベロス出されるだけでもう一気に試合展開が変わるよね。で自分グラマスになる時もそうやったけど、このケルベロスが出てくる相手かもしくは出てこない相手もう全然違くて、もう5ターン目ケルベロス出てきたらもう全然試合は、変わってくるというか、ぶっ壊れというか、もうちょっと強すぎて頭おかしいことになってるんで、ちょっとそのちょっと動画の多分タイトルとかナーフしない理由みたいなの書いてると思うけど、私は先ほど言った通り、運営とネクロが繋がっているんじゃないかなとか、ね、いろいろ、思ってるんやけど、ソロ、多分な、2ヶ月、3ヶ月、2ヶ月後とかにナーフ持ってくるんやけど、いや、今すぐナーフを、執行しないと、何のためにその、運営がいるかって言ったら、やっぱその、適切な環境を、常に、ユーザーに楽しんでいただけるためにやっていくもの だと思うから、何のためにあるかっていうと、だから、ユーザーをねこう楽しませるんやったらケルベロスのナーフは、妥当というか、した方がいいんじゃないかなって私は思いますね。ちょっと試合もね、ケルベロスの試合ちょっと上げとくんで、よければそちらを見てもらえればなと思います。おやすみ。このまま連勝でもらいます。ネクロやもんな。少しビショップ以外ならネクロできるで。決闘を始めようか。デハスキン買っちまったよ。ネクロって何？デハスキンは草。さあ、スカリリースと、こっちも1コス欲しいな。てか、ムクロを先出されたら、口笛で妊娠しました。いやー、2コス大会出場しろ。口笛の大会一番好きなの。よろしく。1000万海外1万個希望で草。よろしく頼む。なんで勝率 100% のデッキ使わんの。口笛浴びたい。口笛浴びたい。じゃあ浴びさせてあげるよ。私にもよろしくして。もう長いってこの人。ありがとう。ありがとう。やるじゃない。貴様の魂を燃やす。強いってそれ。2コス、2コスそれ強い。骨抜きにしてあげる。でもレディーグレイ進化あるから、一応返せるは返せるか。なあ、直軸オートマチになるの。なんやこれ、相手重いかな。3コス
いやでもスカルリング置かれると相当きついぞこれ。有名実況者にせんられる相手からぞ。骨抜きにしてあげる。あーやばい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 、盤面が骨の気候し。他のアプリを開きながらやってそう。青函トンネルでシャシャシャワッカ。4コス。もう。お相手し2日目ブライジート。もういいって盤面取んのはもうええよ。待てました。盤面取んのもうええよ。折れる気おんな。いやでも相当きついぞ。てかムクロ降臨させるだか。おいでなさい。大手筋なし。骨抜きにしてあげる。いやどっちもぜえな。負けました。ムクロ降臨させるか。もういっそのこと攻撃食らったと聞けるコモだけど耳ココも可愛い。行くもムクロ行け。殴らないでロック。開きシナモンよ。我が剣は死をも潤そう。マジか。ムクロ降臨。ムクロ、ムクロ、いやムクロ結構強いと思うけどな、ここの。いやでも微妙か。いや微妙な。てか盤面あれ取ってくるかどうかっていうのは最大の。あ、取んの？より一層顔にくるようになった。取んのかこれ。開けしなもんよ。開け。小賢しい。もう骨の気候しょもんないわ。もう小賢しいな。でもちょくちょく骨剥がれていってるからいいと思うわ。まあ5ターン目粛清言うて。どんな技にできる。小賢しい。そういや帝王風呂入ってんの。小賢しいな。さあケルベロスか。へえ、でもあんまり強く、強いのかこれ。弱くね。その動き弱くねえか。んこの動き弱くねえか。ケルベロスをピーッ。ウガノシになったらスパチャするわ。ウガノシュースありがとう。冥界流の神退屈させないでよ。退屈させないでよ。死ぬ気が来る。痛い。返せそうやな。え、これマジ、もう勝てんのこれ。もしかしてあれはやっぱネクロやな。実況者とコラボしてほしい。やっぱネクロやわ。ネクロしか使わんとこかな。え、レアタンさん、スパチャのやり方わからん？お兄さんがじゃあ教えてあげるよ。スパチャするには、あの、なんかドルマークがスマートフォンの場合あんねやったっけ？世界1位になったら240円スパチャする。え、スマートフォンやったら、それは勝てるぞ。わからん。てかみんな教えてあげて、ちょっとあの、確かスマホはドルマークをしたらいけると思うんやけど、なんかそれ修正されたんやったっけ？死の祝福とか小賢しいな。骨抜きにしてあげるわ。ぶっ飛んじゃいなさい。まあこれで殴る。やり方の先に警報の気持ち。そうそう。それ発掘を。10ドル希望でいけるぞ。お、体長240円。グラマスだったらスパチャする。お前が教えてあげるのに歌やんか。じゃあその代償は体で払うわ。10日交換でよろしくお願いしますね。10日交換で。あ、違う、それあかんな。でも自分が安すぎるな、それ。240円って安くね。自分は草。じゃあ10日交換になってないわ。え、なってないな。さ、なってない、なってない。こんちゃ。なってないわ。240円安すぎ。てか、安すぎて、そのスパチャが安いとかそういうのじゃなくて、自分が240円安い。帝王240円。帝王がその払いの関係なの。240円は高すぎ。嘘やろマジで。
私の戦略を釣り合わず定員は14分に240円より安いでしょ。ひどいな。え、しかも盤面ロックされたんじゃないこれ。もう盤面ロックしょうもない。いや、なんか破壊してる、なんか破壊されろ。でも今までの積み重ねで3、4万いってるよ。これ破壊されろ。あん、よし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 。ここで240円あれば効果でお弾きして遊べるぞ。フラーでいいのか。私を倒してよ勇者様。でもう全部取っちゃうみたいな。殺したくなっちゃうでしょ。やるのはねえ、うん、これはいいな。今までの釣りが3、4枚いってる。いやー、隊長いってるな絶対。アンリミマキョ帝王240円より安い。何言ってんのゆずちゃん。ゆずちゃんなんか1円もしひんわ。いやでもこの返しは強いな。ゾンパン、いやー、まあ、ヘクターで勝ちですねこれ。こんちゃしる。お、タンクトップさんこんちゃ。素敵な国家、ね。盤面取ってって感じになるかこれ。盤面取って、この放送クソつまんない。盤面取ってヘクターかな。ここ更新せよ更新せよ、果ての果てまで更新して勝ち。英語のマークは全てが戻る。素敵な骨格ね。いや、盤面残すこれ。残すか。悲しいです。やれ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 。あー、ゆずちゃん泣かないでごめん。自分ひどいこと言った、ごめんゆずちゃん、許して。ごめんねゆずちゃん、泣かないで。つまんなは面白いを覚えました。さあ、救護生どう返していくこれ。なんやこいつ。キモ。DV ですか。更新せよレクター。面白い。果ての果てまで。中村さんだったらどうする。ちょっと待って、返されるちょっと待って、やばいちょっと待って、ちょっと待って、やばい普通にやばいぞこれ。ちょっと待ってスターメン国産。おいちょっと待ってなんかヘクターを引いていく。更新せよ。面白い更新せよ。果ての果てまで。英語の前では全てが無駄だ。メンコ、いやー、何このメンコ。これちょっと一応使うか、いらんなこれ。メンコとしてなさい。2、2も1、2もあんま変わらんからな。ほぼメンコやん。さあ、これを返す手段はあるのか。スカルリング、あ、きつそうやな。おざかしいな。じゃあ、立て。なんでこんな粘ってくんのこいつ。まあ、何これ。いやいや、ちょっと待って、ドローソース取られるの強いぞそれ。首を落とす。システムクラスターです。え、ちょっと待って、これヤバくないか普通に。グレモリー、え、なんかヤバくない、なんか、え、なんか普通にヤバくないこれ。このメンコゲームなんて言うんですか。首を落とす。首を落とす。いや、ちょっとやばいやばいわ。ちょっともうちょいネクロマンス溜まったらデスタールな。守護守護。いや、守護より多分ケルベロスの方が強いやろ。顔、あ、祝福して顔面行ったらよかったのに。ソルコン。いや、もうここでソルコン引いたら相当守護張っとけよ。え、守護の良かったこれ。あれ、なんか自分ケルベロスの方が強いような気がするけど。餌は餌らしく。いや、でも相手これ相当厳しいで、どちらにせよこれ。いや、まあ死の祝福、頑張れ。いや、死の祝福やったらこいつが盤面取れるかあんまり意味がない。ゲルス餌は餌らしく。なんでそんな神行き。そっち人は消えぬ。人と対談庫で負け。串刺しがないから
え、なんでフィッシャーっておらへんのよ。え、今のフィッシャーって、え、もう小賢しいな。え、なんでそっちだ。満足したわ。え、なんで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 、え、なんでヨロメックした破壊シーンの。点でこのターンで10点以上いけたのに。え、なんでヨロメック破壊シーンやろ。もう、なんでそんな同じことばっかりしてくんの。初心者がずるすぎるやろ、どんだけトップにね。あー、ドローがしたいんか。うーわ、マジか。ガブッとやるわ。3位ドローしたい人。うわ、これちょっと待って、やばくないか、これちょっと。お前が言うな。ガブッとやるわ。絶対ダンスリンサル聞いたいんだけど。じゃあデスターなんて怖いから、死の祝福は絶対張らなあかんな。首を落とす。死の祝福は絶対張りたいな。所詮は見にくい。まあ満足したわ。まあ死の祝福さえ張ってれば、まあ大丈夫やろ。俺が戦士だって勝ち。デスタイラントリーサルシュタインやろな。そうはさせないよ。満足したわ。顔でええか。させないでよ。それはい、勝ち。今日視聴者多いぞ。いや、勝ち勝ち勝ち。デスター来ても勝ち筋ないんじゃん、これ。おナツキングさん、テオの声聞きに来ました。そう言ってくれるとすごい嬉しいな。400人行くな。勝ちました。私を倒せよ、勇者様。安心安全定員小杉です。殺したくなっちゃうでしょ。あー、なるほど。うわうわ、ちょっと待って、小賢しいぞ、それは。帝王の攻撃に来ました。実家のような安心感があります。もう、いやらしいな。クレイン見に来てなくて草。ちょっとやばい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 。ちょっと待って、これなんでこれ返されてんの、これ。あれ、あのヘグターメンコ、え、なんでこんな返されてんの、これ。こんばんは、負けました。え、ちょっと待って、なんでこんな返されてんの。退屈させないで。てかヘグターとか引かれたらやばくねえの、これ。負けました。負けまみは退屈させないでよ。ガム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 トップガム。あと出すやろ、貴様の魂。いやー、なんかなんでこの押されてんやろ、これ。ヘクター来た、ちょっとこれ怒るで。やばいよやばいよ。無敵ヘクター来た、ちょっと怒るで。最初に祝福して顔面防御しないで、相手の顔面防御して圧力かけないから逆理科略。更新ソルコン、私行くね。さっさと顔行かないからや。いや、勝ち筋ないな、こっちの。どう、いや、でもまあ一応防御力高いから、なかなか突破するのはきついか。更新せよ、果ての果てまで。盤面一つ守護破壊ベレヌス。ああ、いいね、それは。それはありがたいわ。だって帝王が理科略。素晴らしい。スカルリング、怪物の私を殺して。愛車ピン刺しとか面白そうだけどな。呪い、殺したくなっちゃうでしょ。次対乱得そうですね。怪物の私を殺して。なんでそんな強いの。風呂で来たわ、風呂。しかも強に取れないんだが。しぶといな。いや、これ当てる。いやいや、ね、もういちいち取ってもしゃあないしな。1日で2回やした。いや、当てるしかなくね、これ。続いたら嬉しくなるぞ。お、セイチミスターさん来てくれてありがとう。しごないから負け。いや、これ当てるしかないな、もう強に負けました。11ネクロマンスは使ってるぞ。ああ、そっかそっかそっか。当ててロック。
盤面ロック。いやでも盤面ロックしたところで、盤面ロックは弱いやろ。盤面ロック。いや盤面ロックは弱い弱い。だから普段のスペルを選択しなかった。いや盤面ロックは弱い。だ7点食らうもん。そんなん意味ないやん。まずドローから。5、6、8やろ。3、4、5だから。これちょ、当てていいかな。わ。ヘクターかギルネ絶対ある。ドロ。もうどうしたらいいの？当てるわ、自分。ドロー。来い！ドローした方が。これで、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 これ当たるよ。これ当たる、当たる。これ当たる。ほらーそういうリスクリスナーがリンクルやろ。いや、読みは正しかったんやけどな。さ、ほら、わらわら。じゃあ、読みは正しかったんやけど、当たる場所がちょっと違っただけや、今のは。草。一番いらんのに当たったんやけど。草。一番外れ引いてて草。ちょっとずれた。負けやどな。もう、なんで一番の外れ引くんかな。はや。日頃の行いが悪いんかな。お。テンパりすぎ。でも相手盤面取ってくるってことは、まだ分からんのか。ゴミフォロワーに当たったのか。ちょっと待って、これデスターランとか来たら負けちゃう。女にこびるからやで。あ、デスターラン持ってないのか。おやかしい。でもそれ、顔行くもしかして。いやこれでも顔行ったら前でもやばくない。これヘクターでこっちやられたら、ギャンブル極めてけ。こんばんは。お、満面笑いすぎて払いたい。いやもうなんで、待って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 、おお。なんで一番いらんのに当たっていくのこれ。こう、4分の1ですら当てへんねんけど。なんなんこれ。運悪すぎで草。しかもネクロマンス3溜まってないしさ。重いな。退屈させないでよ。草。しかも超ドリーサリアしさ。帝王は盤面にこだわりすぎじゃね。いや、デスタイナーとあいつさしたらいいんか。いやー、勝ち筋なくなんな、もう。デスタイナーで1枚しか入れてないからな。明日いいことあるよ。絶対ランとストレスしたね。いやー待って、当たるやん。盤面にこだわりすぎは分かる。袖からソルコン切断待ちしかない。リタイアしろ。マジで。デスタン盤面に使うしかない。ちょっと待って、マジか。いやデスタランと捨てんのはちょっと嫌やな。今から帝王の動画相手に広告して負けてもらう。今回はプレイングのせい。うーわー、今回プレイングのせい。なんかプレミしてた。デスタイラントスってないと負け。いや、さっきのやっぱ盤面ロックした方が良かったってことか。やっぱりデスタイラント残すでしょ。いやだデス、えデス、えまあ、えだってもう、ま、えだってデスタイラント残したら負けやん。デスタイナーって残したら負けやん。最初のスティック投げた時は負けすぎ。お疲れ。残したら負け。顔。最初から顔面攻めるべきだっただろ。フェレネス。いやでもなんかここで引けば。で、これ上がる、こっち上がる。もう昔から帝王が言ってしまう。骨抜きにしてあげる。相当日頃の行いが悪いな、これ。ほら。ここから勝って動画化。相当日頃の行い悪いわ、これ。あ、行く。お前このゲーム向いていないから引退坊主。いやー、よっぽど日頃の行いが悪かったな。日頃の行い悪いの自覚しててきた。そろそろ精神崩壊しそう。結構やるじゃない。終わった。マジかー。